長田に助長田に助から1927年3月10日は、明治、大正期の実業家、政治家、何は銀行頭取り、貴族院直選議員、摂津国西成郡で、米国省、長田二座右衛門の長男として生まれる、藤沢南岳の泊園書院で観跡を学んだ。その後、家業を廃止、1889年第1回。 大阪市会議員選挙で当選。その後、大阪府会議員にも選出された。その後、大阪の経済発展の必要性を考え、1894年8月、大阪明治銀行の設立に際して、取締役に就任。その後、大阪市中銀行の合同の計画を推進し、1898年に、何和銀行が設立されると、常務取締役となり、 1908年第三大頭取に就任し、1913年まで在任した。同年、大阪伝統会社の監査役に就任し、1918年に社長となるが1年で退任し、その後、取締役、監査役を務めた。その他、大阪株式取引所理事、日本郵船取締役、南海鉄道取締役、大阪電気鉄道取締役、 東洋面下取締役、都市計画大阪地方委員会委員、鉄道会議議員、大阪高等工業学校小議員などを務めた。1925年12月1日、貴族院直選議員に任じられ、沢会に属して活動した。1927年に、震災手形法問題で奔走中に、脳一血で倒れ、同年3月、 西洋中の東京ステーションホテルで死去した。ありがとうございます。